どうも、ルジクニでございます。さーて、続きをやっていきましょうか。とは言っても、能力は上がってるけど、この左のこいつはちょっとまだ倒せそうにない感じあるな。何周何周もして、なんとかしなきゃいけないって感じなのかな。まあ、とりあえず何か変化がありそうなことがあるまで進めていきますわよ。さーて、今度はミコのところに来てみたけど、何か異常はなさそうだな。私の胸の高鳴りが異常です。触って確かめてみてください。お前はほんとこの状況でもたくましいというか、いつも楽しそうだよな。私は毎日勇者様と楽しく過ごすことしか考えてないですからね。言い切るな、仮にも召喚のミコ様なのに。なら私がミコらしいことをすれば、素敵、抱いてってなりますか？とりあえず見直すとは思うけど。だったら私が魂の剣をパワーアップさせてみせる。そんなことができるのか。巫女ですから。ただ簡単なことではないですし、パワーアップの種類によっては魂の力を消費すると思う。どうしますか？魂の力を上げる。使用時間、使用回数強化。強化値5消費。強化値10消費。はー、なるほど。覚醒時間強化がめっちゃ強そうな気がするけど、2ターン覚醒できるんならもう、それ、ベラ強くね？ここぞという時にベラ強くねって気すんな。これ、試しにやってみる？覚醒時間強化。オン。ペイ！これ2ターン、2ターン覚醒状態になるってこと？確かに強くなった気がする。覚醒の持続時間がなくなった。やった。これ周回を重ねてあれかな？つまり、どんどん覚醒時間を伸ばしていけばワンチャンあるかもしれん？って感じかな。お、オーバードライブってのがなんか増えてんな。なんだオーバードライブって。ちょっとセーブしてみようか。セーブして、オーバードライブっていうの試してみようか。オーバードライブ。本当に発動しますか？何オーバードライブって。能力がめっちゃ上がるみたいな、そういうこと？強っ。オーバードライブめっちゃ強っ。でもこれ、この後結局は展開変わらない感じか。能力をなんとか上げて、何か違う分岐を作らなきゃいけないってことだな。あっばここさ、ここ覚醒使えば左側抜けられんじゃねえかって思ってるんですけど、いかがでしょうか。ここ一旦ここは待機して、ここをこう合い引きのうちに左側にまず、ここは抜けられると思うんだ。ここは抜けます。ここ調べられたんか。お、ヒットポイントが10も上がった。これは嬉しい。で、戻ってくるけど、ここまで移動できる。で、次の合い引き、ターンを待ち。で、飛んでったら、こう行って、さらに覚醒し、もう一回行動できる。ここまで行く。で、改正解除。解除したらあれかな？なんか、あ、まだ帰ってきたりはしないのか。よし、到着した。左側に来れたね。まさか、こっちの道に来るなんて、絶対無理だと思ったのに、あんた一体どんな手品使ったのよ。なんでうまくやったのに責められてるんだ。別に責めてるわけじゃ、むしろその、少しだけ見直したわ。やったー。好感度が上がった。これ左側に行くと何か変わるかな？あ、結局ここに抜けてくるのは変わらないんだ。もしかしたら時間が、仲間と別れた場所なら危険がないはず。でも、展開変わらんそうだなぁ。ふーむ？今度はここ。ここ行ってみよっか。探索。ひどく崩れている。瓦礫の中に何か。小さな鍵。鍵ね。またなんかこれもイベントに使う感じかもしれんな。
で、どんどん周回して能力値は上がっているんだけど、まだまだ、まだまだかかりそうだな、この感じ。こいつ倒しに行ってみるか。ハイパースケルトン。覚醒したらワンチャンいけるんじゃないかと思ってるんだが、ここ怪しいんだよな、これ。あ、調べるってあるな。ちょっと待って、倒さなくていいんじゃない？調べる。ここって、隠し階段。この先に抜け道があるみたいだ。北に続いてるみたいだな。この北にはスケルトンの住処があるって聞いたことがあります。骸骨たちはこの穴を通ってここに来たってことか。この先に進むともっと多くの魔物たちがいる可能性も高いな。抜け道の先行こう。これでリュスカが救えるパターン来るんじゃないか？これもしかしてだけど。やっぱり！割と長い道だったな。でも私たちは勇者様を手を繋げてその、お前ギッチギチに手握ってたもんな。おかげで手が真っ赤になったよ。えへへ、握る手の強さは私の愛の強さです。お前の愛って随分痛いのな。まあ、うすうす感づいてはいたけど。なら私の愛でその痛みを癒します。知ってるか？そういうのを世間じゃマッチポンプって言うんだ。あれ？助けられるかこれ。お化け、骨のお化けがいっぱいいる。もしかしてだけどこれって割とピンチなんじゃ？勇者さん、向こうに誰かいます。しょうがない、ここは。向こうの人をおとりにして脱出ですね。お前、たまにさらっと下水こと言うよな。はてな？とにかくこんな数の骨を相手にできないし、なんとかあの人をこの道まで連れてくるぞ。この道とは？目標は何なんですかこれ。リュスカの指定位置、到着。最後の手段。あのさ、ミーコ。あそこに人いるけどさ、見なかったことにしようか勇者様。だってあいつったら強そうだし、これじゃ勝ち目ないって。あのですね、勇者様。それは、なしです。私は別にいいけど、本当に勇者様はそれで、冗談だって。やっぱ今のなし忘れてくれ。リュスカの中の良さ。狙ってるんですか？で、とりあえず、セーブして、これ敵の強さはどんなもんなの？ああ、そこまでやべえ感じじゃないな。で、リュスカ、問題はリュスカが死ぬ可能性あるというところですけども、まあ、やれるだけやってみようか。あの人に近づいて、それから階段に。なるほど、階段に連れてくると。閉じちゃいましたね、カジックス通路。もう一度開ける方法とか知ってたりとか。全くわかりません！知らないなら思わせぶりな魔法作るなよ。こうなったら階段を諦めてどっかに抜けるぞ。とは言っても東は川だし、西は森で進めそうにない。逃げ場があるとしたら北側だけだな。どうにかしてあの人を連れて北側に脱出するぞ。なるほど。しょっぱな覚醒とか使っていかないとダメなんじゃないかっていう気はするが。とりあえず倒せず、ここら辺の雑魚は問題ない。この人動かせんの？動かせる。とりあえず下側。あ、射程長いんだ、この人。へぇー。あ、これはいいね。射程長いのいいね。しかも、なに、先制？攻撃受けてるのに先制とかそういうことしてくる。へぇー、そりゃ面白い。で、雑魚はどうにかなる。とりあえずどうしよう。下側行こうか。赤い骨って戦いに行ったら101か。覚醒すればのはなんとかなりそうだけど、このネクロ、問題はこのネクロマンサー。そんなに強くないか。でも会話したら、リュスカのこれ、必殺技を補充できるのでは？会話。頼む。大丈夫か？あなたは。お！勇者様。とにかく話は後だから逃げるぞ。よしよしよし。これで覚醒した。なんとかなるんじゃないか？よしよしよし。とはいえだな。あの赤いやつ倒すか、せめて。70、1回か。あいつ無視してもいい気がしてきたな。こいつ倒す。そのまま北に抜ける。勇者の剣ももう使えなくなっちゃうよ、これ。無限に湧くんかい、こいつ。どうしよっかな。ここに行けば攻撃できる。よし、倒せるね、ネクロマンサー。ナイス。
よし、抜けられたが、もう力がなくなってしまいましたよ。問題はこれ、力がなくなってももう勇者は十分に強いんですね。うちの勇者ツアンは。よし、このネクロマンサーも倒して、なんとかなりそうだね。いや、来た、こいつやばいか。どんくらい食らう？避けられるんかい。シンクレア力を失った。よし、脱出、たどり着きました。よし、ここまで来れば。やったー、クリアだー。うちの勇者さんもだいぶ強くなったよ、これ。で、どうなんだね。ここまで来れば追いかけてこないだろう。さすがにいい逃げっぷりでしたよ、勇者様。どちらかというと大好きですよ。ありがとうございました、勇者様。無事でよかった。なんとなくこっちに逃げてきちゃったけどよかったのかな。このまま北に進めば小さな村があります。そこで休息することもできるでしょうし、良い判断だったではないかと。村があるのか、それは嬉しいな。でも大丈夫かな。魔物たちが僕らを追ってその村を襲ったりしたら、その次に、それについても心配はいらないでしょう。こちらの姿を見失いばかりでは召喚の魔力の残魂に惹かれて南に向かうはず。じゃあ村まで急ごうか。はーん。むむむむむどうした？あ、町が、あ、ちゃんとある。ここがさっき言ってた村か。ここなら安心して過ごせそうだ。魔物の勢力圏に近いので絶対に安全とは言えませんが、防備もしっかりしていますよ。勇者様さえ良ければしばらくの間は行動を共にさせていただいて、ここで今後のことを考えてみようと思うのですが、よろしいでしょうか？もちろん。僕を勇者って呼んだってことは、君は勇者の召喚について何か知っているんだな。だったらいろいろと聞いておきたいことがあるし。ミディはどうなんだ、ミディは。お話ですね、勇者様。合ってるけどなんか違う。相変わらずですね、ミコさんは。ではこちらへ。宿がある。でもここの町って襲われるんじゃないか？知り合いなのか？というかそれなのにおとりにするとか言ったのか？うん、そういえば見覚えがあるような、全くないような。どっちなんだよ。ないです！まあ僕たちも行くか。で、会話。自己紹介。カガリア・レン。16歳のただの学生だったらしいんだけど、ミーコが言うには勇者らしい。私はミーコ14歳、勇者様の相棒にて最愛の恋人です。適当言うなよ。ミコさんのことは知ってますので紹介しなくても大丈夫ですよ。それにミコさん13歳ではなくて14歳でしたよね。ほへ？ほへではなくて星の木ちゃんみんなで盛大に14歳の誕生日余裕あったじゃないですか。なるほど、そんなこともあったですか。相変わらず刹那に生きてるやつだな。では最後は私ですね。星の騎士団の副団長リュスカ。年齢は17歳、姓は捨てました。女王様らしいからな。勇者様とミコさんには改めて窮地を救っていただいたお礼を。助けたのは成り行きだし、そんな大げさに。成り行きであろうと命を救っていただいたのは助けて、確かです。勇者様には私が、当たう限りの感謝を。だったら僕にこの世界のことをいろいろ教えてほしいな。勇者関係以外じゃミーコはあまり役に立てないし、はっきり言って困ってたんだよ。引きこもり生活が長かったせいでぐぬぬ。ですが勇者様への恩はその程度で。それに僕は勇者様なんて柄じゃないしさ、もっと適当に呼んでくれても。その通りです！あれ意外だな。ミーコだったらも、僕のことをもっと怒られとか言うのかと。誰が何と言うと勇者様が誰よりも勇者様なのは私がよく知ってますから。わかりにくいけどそれ多分褒めてるんだよな。それに。勇者様。呼びしちゃうと私とキャラが被っちゃうじゃないですか。ミコって本当大物だと思うよ。事情説明。では勇者レン様、これは基本的なことは説明できたと思う。これで基本的なことは説明できたと思うのですが、どうでしょうか。なんとなくだけど分かったよ。カクカク近々系か。普通の召喚の場合、レン様の場合は当てはまらないことも多い。そもそも勇者武器が封印状態でそこまでの力を発揮している時点で異例というより異常です。だってそれは私の勇者様ですから。まあ、ミコさんの妄言はともかく問題ではありますね。そんなことどうでもいいじゃないですか。それよりも契約の儀式、契約の儀式をしましょう。そういえばしてなかったな。ミーコと契約ってなんだか不安しか残らないんだけど、契約の儀式にデメリットはないはずです。自衛の力はあって困るものではないですし、とりあえず契約しておいた方が良いのではと思います。いらないんじゃない？もう十分強くなったよ、私。勇者様、万が一儀式で失敗しちゃっても、せいぜい肩がスパッとなるだけですから、絶対嫌だよ。でも契約の儀式はどうせ成功しないんだろう。あ、失敗するなんて。勇者様の方があんな。肩はなってないから変な熱をするな。失敗したっていうのに案外余裕だな、お前。まあ僕もあんまり意外って感じがしなかったんだよな。なんだか最初から失敗することが分かっていたような。これがデジャブってやつかな。でもそれ、でも私が必要だって言ってくれて嬉しかったです。あれは情熱的な告白でしたね。俺にはお前が必要なんだなんて私も言われたいものです。勘弁してくれ、ミーコを元気づけなきゃと思って必死だったんだよ。私への愛は過不足なく伝わりましたから。過剰に伝わっているように見えるのは僕の気のせいかな。勇者ということ。それで僕はこれからどうすればいい？勇者ということは魔物と戦ったりしなきゃいけないんだよな。闇雲に魔物と戦っているものはほとんどありません。勇者の力というのは単純に魔物の間引きに利用するようなものではないんです。私の仲間、ミディね。一
人ですが、彼女だったらとにかく魔物を倒せばいいんでしょうなどと言うかもしれませんが、そう単純ではありません。勇者様、どうして勇者様は世界を救えるのかお分かりになりますか？それは強いからじゃないのか？それは間違っていませんが正解でもありません。相手は個人ではなく軍勢です。単純に強いだけでは何千何万もの魔物の進行は止められません。それはまあそうだよな。じゃあ今までの勇者はどうやって世界を救ったんだ？それは勇者様の持つ特殊な能力の力です。勇者愛か。勇者様あるところにミーコありですよ。ストーカー宣言なんじゃ。特殊能力っていうのはミコによって特殊能力が定められている。ならこの魂の剣にも。勇者様騒動には浄化の能力が宿っている。魔族やアンデッドさんに効果的な勇者様にふさわしいスペシャルな能力です。まあ契約の儀式がうまくいかないと使えないんですけど、とにかく勇者様は全ての勇者武器に力を込めることができるということだけで誰よりも奇遇な存在です。まずは自分の身の安全を一番に考えてください。ああ、勇者のゴール。勇者にゴールってないのかな？これだけ魔物を倒したら終わりとか。確かに勇者召喚には最終的な目標と呼べるものがあるそうです。そもそも勇者召喚と契約の儀式は代々、もともと初代の勇者と巫女の間で交わされた契約を元にしている。それが時代を経て儀式化、術式化されていったものが今の勇者召喚というわけですね。なので勇者様もその最終目標の誓いを引き継いでいる。ただそれを成した者は今まで誰一人いませんが、そんなにヤバい目標なのか。人類の悲願と言ってもいい待望。私たち星の騎士団も一度は挑みましたが力を及ばず果たせませんでした。リスカたちも一体どんな目標なんだ。一説には魔物の神とされ最古の魔神と言われる邪神レイクリヒ、それを打ち果たすことが勇者様の最終目標。魔神ね、邪神ね。あ、それは私も知ってます。昔一人人の壁画にうにょうにょうとした触手をたくさん生やしたヤバいのが書かれていたそうです。触手。イシュレイクリヒっていう名前があって、うにょうにょうが邪神レイクリヒと呼ばれるようになったんだとか。イシュレイクリヒか。なんだか不気味な響きだな。すごい魔物の親分って意味らしいですよ。急にやたら親しみやすい感じになったけど。古代の意味でイシュというのは一種の継承で素晴らしいものや恐ろしいものに対して付けられます。あえて訳すとしたら偉大なる、もしくは恐るべきくらいでしょうか。レイクという言葉は彼ら、奴ら程度の意味合いで、この程度は魔物を指します。リヒは何か中心、核を表す言葉で転じて滑るもの、根源のような意味を持つ。恐るべき魔物の神。なるほどね。今強力な魔族が魔神と呼ばれているのもそこから来ているとされています。さすがわかりやすい。じゃあレイクリヒってやつは魔物の親玉で最古の邪神ってところか。すごい魔物の親分の方がわかりやすいのに、その邪神こそが全ての魔物の根源であるという説もあります。その説が事実なのかはわかりませんが、邪神レイクリヒは魔の軍勢を従え数々の国を滅ぼしています。私の祖国も邪神に攻め滅ぼされた国々のうちの一つ。リスカの故郷が邪神を打ち果たさねば人類に未来はない。それだけは疑いようのない事実です。なるほど、歪み。やっぱり勇者様の召喚が普通と違うのが気になります。大雑把にまとめると、前の世界の記憶を持っている。契約の儀式が失敗する。未契約の段階で大きな力が使える。こんなにおかしなところがあります。これには何か理由があると思うんです。周回プレイしているからな、もう。何十周したと持ってるんだ、これ、録画外で。勇者召喚の儀式を歪めた何かがあるはずなんです。誰かが再興したっていうのか。魔法の強度は込められた思いの量と質で決まります。勇者召喚の儀式は全世界の人間の強い渇望から生まれた疑いようもなく世界最大の魔法。それを塗り替えられたり改ざんするような魔法が存在するわけありません。じゃあすでに魔法陣が書き換えられていたというのは。それはないです。あの魔法陣におかしいところは何もありませんでした。確かめたいなら巫女の隠れ里に行けば、私が考えた魔法陣と勇者武器のデザインが残っているはず。隠れ里。あの場所には僕と巫女以外誰もいなかったんだよな。でも待てよ。隠し。そうだ、隠し通路あったけどな。どの道勇者召喚の儀式で変更ができるのは勇者武器と召喚対象だけ。それより別の可能性を探った方が有益ではないでしょうか。休憩。真剣に考えてたら頭痛くなってきたよ。そうですね、少し寝を進めて話しすぎてしまったかもしれません。ここで小休止としましょう。気分転換にそのあたりを散策してきてはいかがですか。森に囲まれた町。森に囲まれて自然と調和している感じがするよ。ただ森がここまで侵食しているのはあまりいいこととは言えません。直接の危険があるというわけではありませんが、魔の物は存在するだけで魔力を発生させるので、その支配領域では他よりも魔力濃度が高くなります。そして植物は魔力が濃い場所では急速に生息する特徴があります。植物が生い茂っている場所には魔物が多いってことか。自然に囲まれているというのと放牧的なイメージがあるのに、なんだかちょっと筋がない話だな。自然に囲まれているのはこの世界では評価されない項目ですからね。へえ、そうなんだ。お前は一体そういう話をどこで覚えてくるんだ。教えてみいこ。経過時間10時間ぐらいか。なるほど。
とりあえず一旦今回この辺にしときましょうか。はい。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。